津島市豊玉町千代茂地区。七年祭りは7年に一度この地区に住む男性6人が選ばれ、地域や住民の安寧を祈願する神事を執り行います。6人は2日間神社で生活するなどして身を清め、地区の氏神岳大明神が祀られている山へ向かいます。祟りが強いとされるこの山、この神事に関わる時以外は立ち入ることはできません。まずは一安心ですね。自分の、体もそうですけど、無料息災がありますように、皆さんが願っていることと思いますね。千代茂地区で続く伝統の祭り、6人はその後地区内を練り歩き、榊や餅を配って回りました。